アーミーのチェックあるところ、あそこビデオカメラまだあったらいいかな。あ、そう、あのきっちり隠さないとめちゃくちゃお金取られます。ほんと、それから正月の今回の山旅はカトマンズからバスで8時間シャブルベンシから始まりました。サーダーのラワタシがシェルパとコックを紹介します。シャブルベンシの次の日、2日目はバンブー、3日目はゴラタベラ、4日目はランタン、5日目はキャンジンゴンパ、8日目はベースキャンプ、そして12日目にウルキン管理の頂上です。シャブルベンシを出発し、ランタンコーラを渡ると山に入ります。小さいブラックを過ぎて標高を上げて行きます。体長2センチのヒマラヤオオミツバチの巣です。蜂蜜は薬効成分を含み珍重されています。バンブーは竹の産地です。竹製品が至る所に使われています。平橋さんがロッジの子供と仲良くなりました。
正月のヒマラヤ参考の常連北村さんです。最年長の斉藤さんは79歳、石川さんは初めての6000メートルの登山です。幸いにも酸素ボンベを使うことはありませんでした。仙台の山の道具屋さんで、釈迦暦になって年間300日やろうとは思わないですけど、最低でも年に1回はヒマラヤに行きたいな。行きたいですね。あと1年後、1年後は 何メートル登るんですか？6000超えてるんですか？来年は一応決まってるんです、はい、一応6000超えは2つは決まってるんですけど、この時期はあるんですか？あります、ね、6000の何くらいですか？6400。ウルキン管理、冬季登頂の記録はまだないそうです。ここで降りきれランタン谷360度のパノラマです。圧倒されて、言葉もないですね。手前を、日陰の悪い。
が来る、次が2人。マジ女だ、リトラリン。うん、それで行くでしょ。言葉だ、やってやんて、もしやってやん。はい、ありがとう。カメラマンの平橋さん、強風の中撮影です。キャンプ1の上にキャンプ2を急遽作りました。シェルパ一人だけが頂上の経験者でしたので、頂上までの時間に余裕を持たせるためでした。8時前余裕ある方がいいっす、うん、3時に出発ね。それくらい余裕があれば、うん、何が起こってももう 100% というのはありえないとしても、うん、99.99% ぐらいみんなの全員と届きますよ。頂上で足を並べて中でしょ、うんうんうん、また、うんうん、神、うん、オッケーオッケー、ラッキーだよ。オッケーオッケー、っていうかそういうあれもあるんでしょうかね。なかなか開かないね。絶対いいと思うよ。寒い中1時間も待ってようやく明るくなりました。平均年齢63歳、6人の仲間たち、来年の正月には6400メートルに挑戦します。